はい今回の動画は Excel で頻繁にタイプミスしてしまう文字を自動で修正されるようにする方法をご紹介します。で Excel でですねデータを入力をしている時に頻繁にですねちょっとタイプミスをしてしまうような文字ですね。まあ例えばですけども個人的にはですね Excel というふうに入力をしようとした時にキーボードの S のですね押しが甘くてですねエクエルというふうになってしまうことがよくあります。 ちょっと試しにですね、わざと、ね、タイプミスしてみたいと思うんですけれどもじゃあ Excel というふうに、ね、入力をしようとした時に Excel ってここで S ですね、まあ、S をね押すのが、ね、甘くてですね、そのまま E に行ってしまって Excel という形で、ね、変換してしまうことがね、まあ、個人的なあれですけれどもよくあります。 で当然ですねこのまま、ね、エンターで確定をすればですねエクエルという形で入力をされてしまうので、まあ一旦ねこれを消してですねまたね正しくねタイプをするという形になるんですけども実はエクセルのオートコレクトという機能を使うことによって、まあ、こういった形で頻繁に、ね、タイプミスしてしまうようなものを自動的に、ね、正しい文字に変換することができます。 それでは早速その設定方法ですけどもまずは、ね、Excel のオプションの画面を開きますんで左上のファイルのところをクリックをしてもらってこの左下のその他のところからオプションを選択をします、はい、そうするとねこの Excel のオプションの画面が開きますんで左側の文章構成というところをクリックをしてください、はい、次にこのオートコレクトのオプションというところの中にですねこの入力した文字の自動修正および書式設定の方法を変更しますということでこの右側のオートコレクトのオプションというところですねこちらをクリックします はいそうするとここでタイプミスしてしまう文字をですね自動的に修正するようにね登録することができますのでまずはこの修正文字列というところですねこちらのところにねそのタイプミスしてしまう文字を入力をします。まあ、今回はじゃあ先ほどやったです、ね「エク・エル」という形で入力をして次にこの修正後の文字列というところですねこちらにですねその修正したい文字を入力をします。 今回はこのエク q ルというふうに、ね、タイプミスしたものをですね、Excel に変換したいので、この右側のところにエクセルというふうに入力をして、まあ、こちらの英語の Excel にしてみましょうかね。まあ、これで追加というところをクリックします。はい、そうするとね、こちらのエクエルを Excel に、ね、修正するというのが追加された状態になりますので、まあ、OK ボタンを2回クリックして、この、ね、Excel のオプションの画面は閉じます。 ではね、エクエルという風に入力したものがね、実際に修正されるかね、やってみたいと思うんですけども、じゃあ、エクエルという風に入力をして、これでエンターキーで確定をすると、こちらね、見てもらって分かるように、間違えて入力をしたものをですね、正しく修正することができました。なので、Excel でデータを入力をしていてですね、まあ、ちょっとよくね、タイプミスするなっていうね、文字がある場合はですね、この AutoCorrect の機能で、自動的にね、修正されるようにするといいと思います。それでは、今回の動画は以上になります。 今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。